開発を見通すことを目的とした Web サービススイートとオンラインコミュニティプラットフォームを要する Web サイトである。マイクロソフトのマネージャーだったジェイソン・アレン、スコット・コリソンにより2004年に開設され、後に開発者としてロビン・ラッキーが加わっている。2011年8月には53万程度のプロジェクト・ソフトウェアがリストに掲載されている。 2009年5月28日、オロは有名なオープンソースプラットフォームソースフォージを要する Geeknet により買収されたが、2010年10月5日に Geeknet はオロをオープンソース分析で有名な企業ブラックダックソフトウェアに売却した。ブラックダックはウェブサイトにフロス開発のための主要リソースを進出させるため、 オロの機能を彼らの既存の製品に統合することを計画している。CVS、サブバージョン、Git、バザールそして Mercurial のようなバージョン管理システムからデータを取得することにより、オロは対象とするプロジェクトの経過日数やそれらのソフトウェアライセンスそしてソースコードの行数やレポジトリへのコミット数など、ソフトウェアの数値情報などプロジェクトの隠し統計情報を提供する。 ホットバイスヒストリーでは各プロジェクトの活動状況の提示を行う。ソフトウェアスタックスそしてタグスはプロジェクトに関連する情報をタグ付けし各プロジェクト間の禁煙性を明確化するため使用される。また、オロはダウンロードサービスも提供している。言語ごとのグローバルスタティスティックスでは1990年代初期からの特定言語の人気度を計測している。 またこれらおろにリストアップされている全プロジェクトのグローバルな統計情報は最も広く続けられているリビジョンコントロールの履歴とみなせる。コントリビュータスタティスティックスはリビジョンコントロールレポジトリにコミットされたコードに関し見得る限りのオープンソース開発者に関するイベントを統計値として利用可能である。駆動スという機能は オープンソース貢献者の格付けを行うことができるソーシャルネットワークとして導入された。各ユーザーがオープンソース貢献者を1から10までで測るというクーダンクはシステムのすべての駆動室から自動的に抽出される。コードコミットの統計や相互格付けに基づきオープンソース開発者のスキルや生産性を測るというアイディアは技術系ブログにて様々な反応を呼んだ。 2007年8月22日、サードパーティーのアプリケーション開発を推進する目的でオロのデータやレポートを公開するため、Web サービスの API をデータリリースする旨アナウンスがあった。ありがとうございます。